これから上脇がこちらの文献について紹介します。はい、で、初めにアブストラクトです。今回、紹介する文献についてなんですけど、心理的ストレス分類するためのアテンションメカニズムを備えた LSTM を提案していて、で、コーパスのサイズを補完して拡張するハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグの、内容に基づいてツイートを自動的にラベル付けすることによって、ディスタントスーパービジョンを適用するといったものです。で、今回やった、この研究ではアクリア式が 74.1% で F 値が 74.3% の点で、バイ LSTM のモデルが一番最高の結果が出たということが書いてありました。で、また、ディスタントスーパービジョンの微調整によってアクリア式が 1.6% で F 値が 2.1% 向上したという結果になっています。はい、で、次にイントロです。ちょっと心理的な内容になってしまうんですけれども、心理的ストレスは人の話し方とか言葉の選択に影響を及ぼします。で、言語学的研究では言語選択にストレスと精神的、健康レベルの指針が含まれていることが示されています。で、過去の研究で、うつ病の発生を予測するためのソーシャルメディアと、ツイッターからのテキストデータの可能性も実証されていたり、また文章レベルのストレス検出に関する研究では、主にマイクロブログなどのソーシャルメディアから収集されたテキストに焦点を当てて研究されたりしています。はい、で、本研究では面接転写と書かれているんですけれども、インタビューですね、カウンセリング等のそのインタビューから、文章レベルでのストレスを検出するための、単語埋め込み型アテンションベースで LSTM モデルを構築することを提案しています。で、本ケースでは著者の心の強調、または非ストレス状態を示すハッシュタグを手動で選択し、ストレスとストレスのないつぶやきをスクラップするのに使用しています。で、インタビューコーパスは比較的小さく、主にアカデミアに関する限られた数の話題しかカバーしていないため、トレーニング中にデータを追加する必要がありますと。で、本論文の主な貢献としては、ツイッターから収集されたラベルのないデータが本研究のインタビュー転記コーパスの分類パフォーマンスを向上させることができることを示して、またアテンションメカニズムを適用するとモデルが重要な単語を効果的に選択するのに役立つといった結果が得られていることが挙げられます。はい、で、次にモデルについてです。本研究の目的としては、入力として、その発話ですね、インタビューものがあれば、誰がストレスを受けているかどうかっていうものを判断可能とすることですと。で、いくつかの異なるモデルを試したって書いてあるんですけども、今回試したのは、SVM と LSTM と BILSTM となっています。で、LSTM および BILSTM のモデルでは、最終的にストレスおよびストレスのないその用語集を形成するために訓練可能なネーミング層を使用しましたと。で、LSTM は文中の単語の時間的ダイナミクスを補足することが可能だというふうに書いてありました。はい。で、こちらが、LSTM の図なんですけれども、まず入力として、単語埋め込みを行う一方向の LSTM を構築しました。で、次元は100となっていて、各単語はワンホットベクターとその埋め込みソフトで、乗算を行って、農場さんを行った最終的な結果の式が一番上の式となっています。で、LSTM はネットワークを介して、時刻 T の単語埋め込みベクトルで伝播して隠れ状態を見つける、一つの反復相関になっていて、隠れ状態の式については、2番目の式となっています。で、全てのこの隠れた状態は後続のアテンションレイヤーに供給されて、で、このアテンションレイヤーを追加した理由としては、全ての単語っていうものがストレス分類子にこう等しく寄与されているわけではないため追加したということでした。で、単語重要度ベクトルに関しては3番目の式を用いて、で、正規化された単語の重みは4番目の式によって計算していますと。で、最終的にこの V というものは、HT と、AT の荷重はシグマ取ったものとして、で、最終的な分類をするといった形になっています。で、次に、こちらのフィギュア2についてはバイ LSTM のモデルです。で、トレーニングについては LSTM と同じ方法で学習しているということでした。
で、次に SVM です。まあ、こちらの論文の方に図がなかったので文章とさせていただくんですけれども、まあ、ベースラインとしてまた RBF カネル用いて SVM を構築しました。で、まあ、与えられた文中の単語ごとに、まあ、ワードツーベックのエンベディングを抽出していて、でこの時の次元数は300となっています。で、まあ、Google ニュースの、データで事前に訓練されていて、まあ、約1000億語の中でユニークワードとされるものは300万語ということでした。はい。次に今こちらが実際に使用したデータになっているんですけれども、今回の研究ではインタビューコーパスとあとツイッターのデータを用いています。で、インタビューコーパスには12個の質問について25人でうち13人が女性の学生が回答したものとなっています。で、まあ、本研究のこちら のインタビューコーパスですと容量が結構小さいので、そこにツイッターのデータを用いてさらに増やしてあげることで今回の研究をやろうというふうな感じになっています。はい。で、はい。で、こちらのテーブル1の方なんですけれども、こちらが前のところで説明した手動で抽出したハッシュタグになっています。で、今回ツイッターのデータを用いているんですけれども、今回のモデルではツイッターのデータ自体は文法的に正しいものがあまり多くないため、その部分で学習があまりできなかったというふうに書いてありました。はい。で、次に、実験の結果になります。で、実験の結果からはアテンションメカニズムに備えた、バイ LSTM の性能は吐き出しと F スコアが、まあ、他の分類器よりも優れているといった結果になっています。で、また、ファインチューニング、した後はモデルがストレスに関連する文章をよりよくこう分類することができているというふうに書かれていました。まあ、ただ、まあ、リコールを著しく増加させているということです。で、まあ、アテンションメカニズムに備えたモデルは、まあ、他のところよりも、まあ、若干優れているのではないかというふうに書かれていました。はい。で、次に、まあ、今回、実装した、アテンションメカニズムを視覚化するために最高の訓練モデルからアテンションの重みに抽出していくつかストレスとストレスのない発話を評価した図になっています。まあ、その結果がこちらのフィギュア3とフィギュア4になっているんですけれども、今回ちょっとフィギュア3の方で説明をさせていただきます。はい。なので合わせてフィギュア4の方も見ていただけたらと思います。はい。で、まあ、こちらの図で、より暗い色になっているところが分類タスクに対する強い単語の気を表していて、まあ、興味深いことに追加されたアテンションレイヤーではストレスに関連する重要な用語をしっかりこうキャプチャーできているなということが分かります。まあ、例えば最初の強調された例ではエンプロイメントで、まあ、あとはグラジュエーションですねといった単語が、まあ、他のものよりも重くしっかりとストレスに関する語としてキャプチャーされていることが分かります。まあ、さらに他のストレスのサンプルから、まあ、エンプロイメントとかプレッシャーとかディフィカルト等の単語も同様の重みを持つことが分かっています。はい。で、まあ、ディスタントスーパービジョンはパフォーマンス、まあ、特にリコールにわずかに改善をもたらしますと。はい。で、まあ、今回、まあ、先ほども話したんですけれども、ツイッターのデータ使ったんですが、そのツイッター自体は文法的に正しくないので、まあ、結果としても良くなかったというふうに書かれていました。はい。で、まあ、最後ではないですね、結論です。まあ、今回面接の記録インタビューの結果から面接者の、まあ、ストレスレベルを分類する方法を示しました。で、今回実験した方法ではバイ LSTM のモデルが最高の性能でした。で、まあ、ドメイン外、まあ、ストレスツイートデータセットを使用した2段階トレーニング方法は学習のパフォーマンスを多少向上させるといった結果となっています。はい。で、最後にフューチャーワークです。まあ、言語的、まあ、音響的特徴を用いたマルチモーダル学習を、まあ、今後していくということでした。で、まあ、トランスファーラーニングのための
まあ、文法的に正しい文章、ツイッターでノイズが含まれていたので、その部分で文法的に正しい文章を取得していくと。で、まあ、今回のモデルを、まあ、仮想セラピストという、これちょっと分からなかったんですけども、仮想セラピストのプラットフォームに組み込んで、自動音声出力をさせて、でまあ、これによって、まあ、システム、このシステム自体がユーザーのストレス認識して、それに対して適切なストレスマネジメントのアドバイスとか、エクササイズで対応するといったものを作るというふうに書いてありました。はい、以上で発表を終わります。